はい、こんにちは、116ウィンズです。昨年の開幕時点で比べれば間違いなくロースターが強化されたはずのマリナーズでしたが、開幕11勝16敗で5つの負け越し、ここ2年間親友だったはずの1点差ゲームにことごとく嫌われ、結果として昨年の序盤と全く変わらない戦いぶりを見せているマリナーズの現実から目を背けたくもなってしまいます。そしてそんななかなかいろんなことがうまくいかない今のマリナーズを象徴するかのように、先日先発投手のロビー・レイが4月にして今季絶望となってしまったニュースはあまりにショックが大きかったものです。レイは今季初先発となった3月31日のガーディアンズ戦で左腹筋を痛めて早々に IL 入りしてしまうと、当初復帰までのタイムテーブルは4週間から6週間程度とされていたところ、先日の再検査の結果実は手術が必要な状態であったことが発覚し、レイの2023年シーズンは3回と3分の1たったアウト10個にして終わってしまいました。開幕前の時点でマリナーズの先発陣はチームの強みとなるはずでしたが、そこから2021年のサイヤング賞左腕が抜けてしまった事実はこの後のシーズンを戦う上でも重くのしかかってきそうですよね。当初そこまで深刻な怪我とは伝えられていなかっただけに、そのショックもより一層大きなものとなってしまいましたし、個人的にも2年前にマリナーズ復帰初先発でシーズンを棒に振ってしまったパクストンの件を思い出す悪夢です。レイは今季が5年契約の2年目でした。2021年にブルージェイズで飛躍の1年を迎えてのサイヤング賞受賞、そしてマリナーズと5年総額1億1500万ドルの契約にて迎え入れられ、チームのエース格としての活躍に期待された左腕です。昨年のレイはシーズン序盤に全くもって本調子でなかったことが響き、2021年のパフォーマンスには遠く及びませんでしたが、それでもチームトップの189回を投げて212奪三振、防御率は 3.71。期待したエースの姿ではなかったかもしれませんが、リーグの中で見ても計算できる部類の先発投手であったのは間違いないと思いますし、今回の怪我でレイをかつてのベダードと比較する声も散見されましたが、移籍後3年間で計164イニングしか投げられなかったベダードと同列に並べるほどにレイはまだひどくはないとは思います。またそもそもとして昨年序盤の不振もロックアウト明け十分な調整期間を取れなかったことも影響していたと考えられ、ちゃんと例年通り調整できた今年のスプリングトレーニングでのレイの投球内容は素晴らしく、17回を投げてわずか2失点、26奪三振、スピードも出ていましたし、スライダーのキレも抜群に良かったことから、今年は2021年級のピッチングに正直期待していました。だからね、当然本人が一番悔しいと思っているでしょうが、こんな形で早々に彼のシーズンが終わってしまったのは残念でなりません。レイを失ってしまった以上、マリナーズは残りのシーズン、ほぼ1年間先発ローテの5人目をどうにかして埋めなければいけません。幸いマリナーズはここ2年間先発でソリッドな活躍を見せてきたクリス・フレクセンをオフにトレードせずにキープし、レイ離脱に際してはすかさず彼がローテ入りを果たしたことで、残しといて本当に良かったなぁと思ったのもつかの間、フレクセンもここまで大スランプに陥っていて、ついに今日ローテーションを一旦外されてしまいました。まあそうなるのも仕方なく、ここまで5試合4先発で防御率 8.86、特に投球の軸である速球系のボールをことごとく通打されていて、彼の強みであるイニングイーターぶりすら発揮できないとなるとなかなか厳しいですよね。4月11日のカブス戦では7対0と大量リードをもらったはずが、3回までに逆転を許していますし、投げては打たれる状態である以上はローテ剥奪もやむなしかなと。マリナーズはフレクセンのスライダーとカッターの修正に取り組んでいるそうで、それが終わるまではしばらくはブルペンで待機、主にビハインドのゲームを中心にたまにリリーフ登板する感じになるでしょうかね。レイが不在、フレクセンもしばらくは先発として計算できないため、マイナーを含めたマリナーズ投手陣のデプスが早速試されることとなってしまいましたが、そのような状況でひとまずいいアピールができたのが今日のブルージェイズ戦、フレクセンに代わって急遽先発マウンドに上がったイーストン・マギー。高打者揃いのチーム相手に7回2アウトまでノーヒットピッチングを見せる快投で、抜擢に見事に応えました。マギーは2016年ドラフト4巡目指名をレイズから受けた25歳で、昨年そのレイズでメジャーデビューして1試合だけ登板。オフにレッドソックスを経由してマリナーズにやってきた選手なわけですが、ここまで非常に打者に有利なトリプル A パシフィックコーストリーグ3位となる防御率 3.14 と好投を続けていまして、その勢いそのままに今回メジャーでも結果を残した感じですね。90マイル前半のシンカーを軸にいろんな球種を織り交ぜながら打たせて取るタイプの選手ですので、今の状態を維持できるのであれば、しばらくフレクセンの代役としてそれなりには投げてくれそうかなと。ただまあマギーは打たせて取るタイプであるので、現実問題として短期的なローテの穴埋め以上の役割を一応コンテンダーとして戦うマリナーズが期待するのはあまり好ましいとは言えず、まあそれはそもそも似たようなタイプであるフレクセンにも当てはまる話でもありますので、チームが浮上するなら昨年のカービィのようなプロスペクトが台頭する展開もできれば期待したいところです。ということでプロスペクトの近況も見ておきましょう。こういう時に一番昇格に期待したいのはトッププロスペクトなわけですが、投手のトッププロスペクトブライス・ミラーはここまで少し苦しい船出となっています。
今季もダブルエースタートとなったミラーは開幕4先発で防御率 6.41、 三振もそこそこ奪えていますし、フォアボールもあまり出していませんので、そちらの内容に関しては問題なさそうですが、19回3分の2を投げてすでにホームランを5本許すなど、ダブルAのバッターたちにかなり打ち込まれてしまっている点はちょっと気がかり。前回登板は5回1安打1失点、まあその1安打もホームランだったわけですが、ようやくまずまずのピッチングを見せましたし、速球自体は MLB でも通用するレベルのボールをミラーは持っていると思いますが、何分先発としての経験もまだ浅いことから、ブルペンならともかく今後も先発としてメジャーを目指すつもりなのであれば、もう少しダブルAで先発としての経験を積ませてからメジャー昇格させたいかなという感じです。この他のプロスペクトですと、ブライアン・ウーが今のところダブルAで好投を続けていますが、こちらは今季からダブルAで投げ始めたばかりですので、ミラー以上にまだメジャー遠いかもしれませんし、今季からトリプルAに上がったテイラー・ダラードは今のところ打者有利な環境の洗礼を受けているため、こちらもまだメジャーに呼ぶ感じではないでしょうか。個人的には今一番メジャーで見たい、昇格に期待したいプロスペクトはエマーソン・ハンコックですかね。2020年全体6位指名、現在は3か5位の有望株であるハンコックは、ドラフト後怪我の問題ですとか、フォームが悪くなったりしたことで、ドラフト当時ほどに評価されるプロスペクトではなくなってしまいましたが、ただ昨年1年間ダブルAでそれなりの内容で投げ切り、今季もここまでダブルA4先発で防御率 5.29、防御率だけ見るとあまり良くは見えませんが、これは4月20日の先発で3回9失点と大荒れだったことが影響していて、それ以外の3先発では14回1失点21奪三振とかなり圧倒してるんですよね。今年のハンコックはここまでゾーン高めの速球で結構空振りも奪えていますし、映像からもスピードも出ていそうな印象も受けますので、フォアボールをもう少し減らしたいところであるものの、メジャーでもある程度勝負できるボールにはなりつつあるんじゃないのかなと、いい時のハンコックを少しずつ取り戻しつつあるのかなと。今季はまだ球数が4先発、どれも70球から80球程度、少なくとも90球に届かない範囲に留めているので、まだそこまで負荷をかけていないことから、こちらもすぐに昇格ということにはならないでしょうが、複数球種を操れ、現状先発としての完成度はミラーよりも上であることを踏まえると、今のピッチングを続けるならミラーより先にメジャーに呼ばれる可能性はあるんじゃないでしょうか。おそらくしばらくはマギーにチャンスが巡ると思いますが、そのマギーが苦しくなるタイミングがもしあれば、ハンコックに出番が来る展開はありそうです。2年連続のプレイオフ進出に向けてレイというピースを失ったのは大きな痛手ですし、おまけに開幕スタートダッシュにも失敗してフラストレーションが溜まる日々も続いています。なんというか昨年同様に春先のマリナーズという感じの色々と噛み合わない日々です。しかしこういったアクシデントは他の選手たちにとってある種のチャンスであり、そのチャンスを掴んでまずはいいアピールができたのがマギー。そしてそれはミラーやハンコックなどのプロスペクトたちに対しても、マイナーで結果を残し続ければメジャーで試してもらえるという形で伝わったかと思います。誰か一人でもレイの穴を埋める存在が出てきてほしいですし、そうなればおのずとチーム浮上にも貢献してくれるのかなと。昨年中盤以降のマリナーズの勢いからすると、この春の戦いぶりは失望感も大きいと思いますが、シーズンもまだまだ長いですし、昨年もあれだけどうしようもない状態から勝ちまくりましたので、今季も早いところチームとして立ち直るきっかけを作れるといいですかね。ということで今回の動画は以上としたいと思います。今後もですね、MLBに関する動画上げていきますので、興味のある方はぜひチャンネル登録していただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。